こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2019年のイギリスといえば、長年の懸案事項であった EU からの離脱をついに決定したことが、大きなニュースとして世界に受け止められた。そうした中で、女王の名を冠した航空母艦クイーン・エリザベスに、イギリス軍保有の F-35B ステルス戦闘機が初の着艦を迎えたとの報道が、2019年10月になされた。これまでもクイーン・エリザベスには、F-35B ステルス戦闘機を艦載機とする運用が行われていたが、これはアメリカ軍の所属機であり、イギリス軍のそれは今回が初というものだ。今回のこの着艦は、アメリカに向けた大西洋上の航海訓練ウェストラン19の一環として実施されたもので、駆逐艦やフリゲート艦らのを従えての艦隊形式で行われた。なお、ウェストラン19に参加した駆逐艦ドラゴンはアメリカの原子力空母打撃群の防空演習にも加わり、今後、クイーン・エリザベスとも同様の打撃群を構成するものとみられる。クイーン・エリザベスは全長 284M、最大幅 73M、基準排水量 45,000トン、満載排水量 67,699トンの船体に艦載機の F-35B ステルス戦闘機などを最大48機搭載予定の大型航空母艦だ。先の着艦の件で明らかなように、現状は F-35B ステルス戦闘機の運用を行っているが、一時期は同機の供給の遅れからしいタイプを艦載機とする運用も想定されていた。このことは、カタパルトを持つアメリカの原子力空母での運用を前提にされている F-35C ステルス戦闘機であっても、クイーン・エリザベスで運用可能だと示すことにもなっていた。クイーン・エリザベスは、艦首にスキージャンプ式と呼ばれる、発艦時に機体を上昇させるために穏やかな勾配を持つが、それでも C 型の運用が検討されたことで注目を集めた。ただし、実装する兵装の量や燃費の悪化といった問題はあるもの。F-35B ステルス戦闘機自体は垂直離陸も可能な機体であり、スキージャンプ式ですらマストではない。ちょうど航空母艦としての改修が決定した海上自衛隊の出雲や加賀、またアメリカの強襲揚陸艦などはスキージャンプ式を採用せず、短距離離陸で運用する形式となっている。クイーン・エリザベスは、イギリス海軍最大の大きさの艦であり、かつ、通常動力型航空母艦としては、世界でも最大級の規模を誇る艦だが、2021年には、太平洋への派遣が予定されている。これは、2019年2月に、イギリスの国防省が発表したもので、中国が支配力を強める南シナ海にこのクイーン・エリザベスを送り込むと表明し、中国への牽制を図るものとなった。イギリスは2018年9月には揚陸艦であるアルビオンを航海の自由作戦として南シナ海に派遣しており、最新鋭の航空母艦の投入を表明したことには、例によって中国は反発を強めている。
しかも EU を離脱したイギリスにとって今後経済的には中国寄りの政策を取らざるを得ないという見方も出てきており、予定通りの派遣となるのかは今後の政局も左右しそうだ。一方で揚陸艦アルビオンの南シナ海への派遣以降、イギリスと中国との政府首脳による会談は行われておらず、その意味ではイギリスの反中国路線は強まっているとも言えるだろう。アメリカと中国との対立姿勢の鮮明化からも、かつて七つの海に歯を唱え、さらにアジアではシンガポールに一大軍事拠点を置いていた。イギリスの動きに注目が集まっている。ちなみにイギリスはクイーン・エリザベスの2番艦となるプリンス・オブ・ウェールズも建造し保有しているが、その維持費に苦慮しているとも報じられている。このためクイーン・エリザベスかプリンス・オブ・ウェールズのどちらかをアメリカ軍に貸し出すという案も浮上しているが、イギリス海軍自体は否定している様子だ。ただし、ほぼ日本の自衛隊と同規模の軍事費でこれら大型の航空母艦2隻をはじめ、戦略ミサイル搭載の原子力潜水艦まで保有しているイギリスは、どこかで帳尻を合わせる必要に迫られている。近年、アメリカ海軍の航空母艦の稼働率もジェラルド・フォードの電磁式カタパルトの不調などで著しい落ち込みが伝えられたこともあり、その点からはニーズはありそうに思える。もともと2021年の太平洋、そして南シナ海へのクイーン・エリザベスの派遣時には、アメリカ海兵隊の F-35B ステルス戦闘機体の運用が想定されていたこともある。日本での F-35B ステルス戦闘機運用はもっと後になるため2021年には間に合いそうにないが、海上自衛隊への貸し出しという形も見てみたかった気もしないではない。今後、出雲、加賀より大型のそれこそ当初から航空母艦としての護衛艦が建造される可能性を考えれば、決して少なくない経験値を積むことができそうだと感じるからだ。米国に英国が太平洋に進出してくるとは、やはり経済的に重要視される土地となるだろう。フィリピンで米国が撤退していなければ、今頃ここまであの島が大きくなることはなかっただろう。尖閣諸島も以前狙っているのは見てわかる。離島防衛でも護衛艦伊豆もの活躍は期待されるところだ。中国がまだ F-35B のような戦闘機を開発できない状況だが、この先当分出てこないだろう。出油からも出てこない。広大な土地を持っている両国では必要がないからです。遠くまで行って防衛するという意識がないからでしょうね。クイーン・エリザベス空母の実力は計り知れないもので、最新鋭の英国空母。今までの空母とは思わない方がいいだろう。英国も危機感を実感し行動に移す時が来た。英国一国では到底かなわない。そこに米国との連携をより強めることで抑止効果を生み出すことになる。もうすでに今までの経済利益という概念が変わってきている証拠だ。日本もより早い展開ができるように軽快に準備。大事なことだ。スピード感を持って行動する。考える国益も重要になるのだから、クイーン・エリザベスを動かしてくるとは